メタバース。バーチャルイゲーマーです。薄井って言います。任意の名称で呼んでね。皆さんは使っていますか？ Twitch のレイド機能。レイド機能、それは、自らが現在行っている配信の視聴者を、まるっと別の配信に送り込む機能。主に配信終了時、自分がおすすめする別の配信者が放送をしていれば、そこに視聴者を移動させられ、複数の配信でネットワークが形成され、相互に盛り上がりを持続させることができます。バーチャルイゲーマー、Twitch、生放送では、このレイド機能の活用を推奨しており、なんとバーチャルイゲーマーは、されたあらゆるレイドに対して、一切レイドを仕返しません。そのため、しがらみが生まれ、お礼のぶつけ合いみたいになって、面倒くさくなる心配がない。後腐れが一切ない、わぁ。しよう、バーチャルイゲーマー、Twitch、チャンネルに、レイド。ということで本日は、レイドが来た時に、使えるスタンプを作ります。こういうものを、一つ作っておくと、こういう時には、こう反応すればいいっていうのが、わかりやすくなることで、チャットが活気づき、対象の現象に、ある種のムーブメントを起こせます。起こすぜ、レイドの波を。下書きです。バチャイゲアイコンが、乗り込んできたみたいな雰囲気を、出していきましょう。さっとやっていきましょう。ちなみに左のが、Twitch 公式のレイドスタンプ。アイコンの持つ属性を表現するのに手っ取り早いのは、公式の図像をパクることです。今回は、色合いとレイドの文字の効果を、大胆に拝借していきましょう。よし。続いて、バーチャルイゲーマーを配置しますが、文字と雰囲気を合わせましょう。シルエット的に。シュバババババッと。配置は良さそうな感じです。これをなんとか、見れる形に改造します。まずは、文字の背景を黒。左に影をつけて、アンチエイリアスも。続いてバチャイゲ部分。こちらも黒背景で、残像部分を、背景に溶けるように。縁を透過して、背景をさらに書き込んでいきます。このままでもまあ、いいのですが。背景を汚して、放浪看板っぽい雰囲気を出したかったので。左の公式スタンプは、背景の黒は透過色なんですが。文字が少し汚れたようになっているので、その雰囲気を、背景で出していきたいんですよね。できました。これは、電子の世界をさまよう、バーチャルイゲーマーを描いた、レイドのスタンプです。なんとこちらのスタンプ、フォロワースタンプに登録してあります。つまり、バーチャルイ、チャンネルをフォローするだけで、使うことができちゃう。使おう。レイドもしよう。わぁ。何ですか？